このエリアね、水門町っていうねエリアなんですけど、こんな感じで、まあなんか川の真ん中にそういう島みたいなのがあるんですよ。昔はこの辺まで海だったのかな。前からね気になってたスポットに行こうかなと思います。Google マップでその地図を見たらね、この辺にちょっと気になるスポットがあるんですよ。まあこれ今映してますけど、こんな感じで、まあなんか川の真ん中にそういう島みたいなのがあるんですよ。このエリアね、水門町っていうねエリアなんですけど、ちょっとね気にならないですか。行ってみようかなと思います。それでは始まります。ちょっと、ね、よし、まあ、歴史長いんでしょうね。なんていうの、麹島村役場跡、ここにあったんだ。でこれが JA の建物ですけどね、なんかこういうちょっと気になるような、ちょっと行きましょうか。うわー、なんかね電柱、木の電柱、古いぜこれ。これね、岡山市って書いてある。うわー、すごいな、すごいね、うん、こういうの、あ、備前焼き、ね、おう、こちらですね、かやぶきの屋根があっての、こちらが水門だったんだよね昔は多分、はい、ちょっとこちら行ってみます。立派なね屋敷がますけど、ちょっとここをね今日は通って行こうかなと思います。結構ねなんかそういう YouTube とかで載ってたりとかねするんですけども、僕がここは初めて行きますね。だったんだろうね。
ほう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 、なるほどね。ねえ、立派な屋敷が。ここの一角だけなんだよね。まあ、こういうもんなのかな。こういう感じでございます。竣工が昭和47年って書いてますね。水門町っていうねエリアに来たわけですけどね、やはりね、特に大してすごいものがあったわけじゃないんですけど、やはり Google マップのね上から見たらすごい気になるとこかなと思うんですけど、かなりねこの辺も時代が長いのかなっていうようなね雰囲気のあるような場所ですよね。いやいいですね。もう一瞬だったんですよね。徒歩だったらもう5分以内で渡れるような距離だったんですけども、まあ今でもねこうして水門が残っているということです。はい、というわけで一つ気になってたね謎が解決いたしました。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。なんか石碑みたいなのが、いいんだ。なんか鳥居みたいなのが、これやね、今ここだね多分。これちゃんと水門の跡があって、そっからの今ここか。だから昔はここのこの辺まで海だったんかな。で開拓地になって、干拓地か。うわぁ、すごっ。ラバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。